はい、どうも、こんにちは。ということでね、今回は、アサルトライフルでめちゃくちゃ強い武器を見つけたので紹介したいと思います。はい、こちら、DG58 です。はい、これね、まあ普通にデイリーミッションやったら、解放される3点バーストの武器ですね。そしてアタッチメントがこの3つだけ。はい、バレルの一番左のやつですね。弾速と射程距離とか伸ばす。はい、で、次はレーザーで、青のレーザー、エイム速度を上げる。で、あとはリフレックスサイト。はい、これだけでね、めちゃくちゃ強いです。まあ、とりあえず動画見てください。お願いします。はい、どうも。ということでね、はい、スクラップヤードやってきました。はい、このマップはいい。ということでね、はい、今回この TDDG、あー、いて、DG58 使っていきたいと思います。これ僕ね、カスタマッチでいろんな武器を試してみたんですよ。なんか、ボットにね、胴体当てて。そしたら、なんかこの武器強そうだなと思い、ね。まあ、基本やっぱり3発キルの武器は1つもなかったですね。はい。ご報告。3発キルの武器は1つもなかったです。僕の見たか、まあ、SMG と AR しかやってないんだけど、ね、3発キルは1つもなかったです。で、その中で、この武器、ワントリできます。体力150なのに。これ、あれですよ。正直今、アタッチメント2つ3つぐらいしかついてなくて、結構さっきから武装してるんで、マジで強いです。BO4 のソードフィッシュあったじゃないですか。5点バースト。まあ、あそこまでとはいかなくても、やっぱり、体力150のゲームって、バースト武器がやっぱり強くなるのかなっていう気がしました。正直ね、まあ、ほら、あそこも行くでしょ。今もでロングショットか。やっと並べやん。7、その、正直、マジアタッチメント、マジでないです。はい。正直、敵が少しでもおろうだったら、ワントリガーで殺せるし、まあ、ちょっと見せたいんだけど、微妙だな。なんかヘッドに合わせてやれば、ワントリで殺せるんですよ。それが強い。向こうはね、4、5発こっちに当ててこなきゃいけないのに対して、こっちは、1回クリックしてブルンブルンって殺せるんで、マジで強いです、これ。正直、ストライカーが弱くなってしまって、SMG の。正直、どうしようかなと考えていたんですが、この武器に出会ってからマジで、正直この武器しか使ってない マジで強いです、これ。もう本当に騙された。バースト武器って思うかもしれないけど、ちょっと一回騙されたと思って使ってみてほしい。本当に強いから。はい、うまい。ちょっとワントリを見せたいんですけど、よし。あとね、この武器ちょっとリロード遅いのがちょっとあれかな。まあ、それはね、パークで、まあ、どうにかなるんで。だいたいね、2発で死ぬんで、ドゥルンドゥルンで。こんな感じでね。他のね、他のバースト武器はちょっと見てないんだけど、その MW3 で追加されたバースト武器が、この DG、ん ?GD だっけ?この武器と、もう一つあるんですよ。でも、もう一つの方は、なんか、正直、あんま使ってないけど、そのグラフあるじゃないですか。威力とか、命中率とか、連射速度の。この武器の方が全てにおいて勝ってるんですよ。命中率の方が、あ、やばい。命中率の方が、ちょっと、もう一つの武器の、バースト武器の方がいいんだけど、その他すべて威力、連射速度とかね、すべてにおいて、こっちの武器の方が勝ってるんで、この武器の方が強いかなと思います。で、M16 と比べても、まあ、この武器の方が強いかなと。まあ、ゲージを見る限りね。まあ、気になる人は M16 も使ってみていいかもしれませんが、威力とかはこっちの方がね、高かったんで、まあ、正直、この武器がバーストで一番強いんじゃないかなって思います。M16 とか、ね、もう一つのバーストより。なんだ、よし。
この作バーストがガチですよ本当に。あ、今ワントリだったね。今みたいにヘッドショットラインに合わせてドゥルンってやったらもうマジで死ぬ。だからヘッドショット上手い人とか特にあれっす、この武器化ける。あーやばい、正直ねマジで強すぎて正直ナーフされるんじゃないかっていう、ナーフしないとしてな、ストライカーが弱くなっちゃったから、まあマジでなんか一強の武器欲しいじゃないですか。もうこれだけがいい、これだけでいいみたいな、そういう武器が。はいはい、今ワンショット、これこれこれ、ワントリガーで殺せる。そのはい、ワントリガー強い、マジで強い。この武器騙されたと思って使ってみてください、マジでマジで強いんで。まあこの武器ね、増えたら困るというわけでもなくて、やっぱりエイムが良くないと生きない武器なんで、まあね、誰でも、まあ、ショットガンとか、ね、マークスマンライフみたいに、その誰でも使って強いみたいな、ね、武器じゃないんでね、俺もこうやって普通に紹介してるけど、まあ、普通に強いんでね、エイムいい人は使ってみたらいかがですか。マジで強い。冗談の武器ですよ。あのね、動画のネタっていうか、なんだろう、動画を伸ばそうと強いとか言ってるんじゃなくて、マジで強い。本当に。ガチで強い。何回も言う。マジで強い、これ。本当に信じてください。なんで俺こんな必死なの、なんで必死なのか分かんないけど、危ね。俺今9レベルって言ってたでしょ ?9 レベルなんですよ、俺、この武器まだ。なのに強い。よいしょ。来るぞ。はい、ワントリー。いやーいいね、気持ちいいね、このさ、ブルンって死ぬの、ブルンって死んでいくのが。お前そっちか。あー、いい、いや強いって。ヘッドに少しでも当たったらワントリーだもん。マジで強いよ俺。あー、今の過信しすぎた。今のブルンで死ぬだろって思ってしまった。過信しすぎた、この武器を。まあ、そんぐらい強いってことですよ。今のね、今のでどうせこんなもんで死ぬだろうって思っちゃうぐらい、打ちやめちゃうぐらい強いんですよ。まあ、正直ね、あの近距離で思いっきり蜂やっちゃったら、もうとにかくあの腰ダメでブルンブルンしてください。腰ダメでブルンブルン。それでいい。近距離でも強いんで、この味ほら。近距離でも強い、全然。ジャンプして、敵のヘッドラインに合わせて、ブルンブルンすれば、マジで強いんで。ほら、ね、ほらね、トリガーだから弱いとか近距離ないから。あ、このマップがいいってのもあるけどね、まあ、この武器ねラストでも強いし、正直どこでも強い。正直やっぱりなんかね SMG が強くやってほしかったけど、マップが広いじゃないですか MW2 って、旧 MW2 のマップって。だから必然的にそのAR が強くなっちゃうんだよな。うん、その AR の中でも強いのかこれ。よし、使ってて楽しいもんな。なんか敵がなんでそれで死なないんだよっていう。ほら今もで死ぬでしょ。あんな距離離れててもブルンブルンで死ぬんですよ。このゲームによくあるそのなんで今ので死なないんだよ、きっしょ、なんで死なないんだよって、やあるじゃないですか、それ。体力150だから終わった。あ、負けたけど、まあ気持ちよく枯れたんでいいです。はい、それがないんですよね。今ので死なないのっていうのが、この武器が少なくて非常にいい。マジで強いです、この武器。おすすめ、超おすすめ。まあ、他のねバーストもね、いろいろまあ自分でも使ってみようと思います。なんだもうなんならハンドガンもバーストが強い。はい、ということでね、はい、バースト信者でした。はい、降りまーす。